ばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日は味噌煮込みうどんの夕飯です。で、味噌煮込みうどんのお出汁ここに出てます。で、水は 1200cc 入ってます。で、かつおだしパックを3袋と、だし昆布を2切れ。このだし昆布の2切れのこの辺はもう適当で大丈夫です。で、沸騰するまで蓋を閉めます。で、こんな感じでブク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 たぎってきたら弱火にして、5分しっかりとだしを取っていきます。一番弱火で大丈夫です。で、5分経ったら底を取り出します。えぐみが出ないようにすぐ取ります。で、ちょっともったいないけど決して絞らないで、なんだ、かつおだしパックとかは決して絞らないでください。調味料を入れていきます。で、みりんが大さじ2です。で、酒大さじ1です。これ赤味噌です。赤味噌を大さじ2入れます。で、味噌こしでちゃんと溶いた方がいいと思います。味噌こしでしっかり溶かないと、なんていうの、味噌かすが出るから、それが気にならなかったら全然 OK だと思うけど、うちは一応味噌こしでこします。味噌だけでしても十分美味しいんですけど、赤味噌が強すぎるとちょっと主人がんって感じなので、いつもお味噌汁で使ってる島原味噌も入れます。で、島原味噌は大さじ1です。これね、島原味噌大さじ1、これもしっかりと味噌こしでこします。味噌かすが出るから、やっぱこした方がね、口当たりがいいと思う。きれいに味噌がこされたら、ここで一回味見をします。はい、で、これがうまいです。はい、で、この段階では若干濃いめのお出汁ですけど、うどんとか具材野菜を入れていくので、食べるときはちょうどよく塩梅になります。でも具材はそれぞれ好きなものをポン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 と入れていけば OK です。で、うちはお肉とか、お肉はもう子供たちが大好きなので、お肉とか、あとは油揚げとか、かまぼこさんとか、ちくわとか、わかめとか入れて、最後に卵を落としました。でもね、あとは具材のしてペン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 ポンポンポンと入れて出来上がりです。はい、今ね、どん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 次々入れていってます。
とかキノコも美味しいですよね。でこの味噌煮込み丼、今から寒くなる時は本当温まるのでいいかなと思います。で出汁をしっかりとってあるので本当美味しいです。でたまにこうニンニクのすりおろしを入れたり生姜を入れたりしたらなお体もポカポカ温まるのでよろしいかと思われます。で、まあ、あとはまたグツ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 たぎってくるのを待つだけですね。時間がまた余るかもしれないけど先に言っておきます。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタとアメプロもやってるので、概要欄にリンクをペタンと貼っておくのでよかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、まだ終わらない、もうちょっとかな。でここで一回蓋をしてで以上ですって言ってから蓋をして、はい、たぎってできた、はい、これで終わりです。でありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ではでは、バイバイ、おやすみなさい。